こんにちは、ファブリルクッキングへようこそお越しくださいました。ここはですね、奈良市の東の標高400メーターぐらいの高原地帯にあるんですけど、我が家は、小高い丘の上に立っています。四方に広がる景色が一望に見えてすごく気持ちのいいところです。ここでいつもお料理教室と、そしてギャラリーをしています。ファブリルのお料理教室は家庭料理を主に教えています。和食だったり洋食だったり中華料理だったりするんですが、どこにでも手に入る調味料や素材を使って、そしておまけに季節感を大事にして、家に帰っても再現できるお料理を教えています。家の横にギャラリーがあるんですけれども、そこでそうですね、陶芸とか織物とか木工とかの展覧会をね、年間5、6回しているんですが、食に関することで言えば器っていうのはとっても大事なもので、その器にこだわって、で日本は四季がありますので、春夏秋冬ちゃんとその器が果たす役割っていうのがあるんですね。でそのことも少しずつお教えしながら進めていきたいなと思っています。これからいろんなお料理を教えていこうかなと思いますけれども、もし皆さんの方から何かリクエストがあれば、どんどんお寄せくださるようにお願いします。それではチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。